どうも、たくなみばたけろです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらです。イチローズ、久しぶりです。あ、イチローズのですね、今年の2023レッドワインカスクですね。これはですね、まあウィスキートーク福岡じゃないな、ジャパニーズフェスティバルのかな、あのウイスキー福岡であったフェスで、試飲で飲んで感動したもののうちの一本です。あ、早速ね、もうこれはやっぱりね、持っとかんといかんなと思って、頑張ったら抽選で当たりました。もちろん普通にはなかなか買えるもんじゃないんでね、購入の権利を抽選で当てるというものになるんですけどね。はい、秩父レッドワインカスク2023ということで、スペックは、11,800本の限定、まあ限定っても11,000本ですからね。でも11,000本で、もう市場にないですよね。大人気ですね、やっぱりね。アルコール度数は50度ですね。ノン中ノンカラーです、当然。はい。で、いわゆるジャパニーズウイスキーになります。イチローズの蒸留所だけで蒸留した原酒で、ワイン樽はですね、アメリカ産、フランス産とニュージーランドと日本だったかな、4カ国のワイン樽を使って、仕上げてるということで、何しろイチローズです。これはね、僕もね、試飲では飲みましたけど、今日はね、じっくりこれをね、味わいたいですね。はい、ということでね、もう遠慮なく開けます。あ、定価16,500円。今もうネットではね、4万近くで取引になってますね。まあ、転売屋の人もいるんでしょうけど、こんないいものはね、買えたなら飲まないと、もったいなさすぎます。はい。と、僕は思うんですがね、こっちは貸しにして、そしてスワーグにして、はい、置いておきます。はい、ではイチローズ秩父レッドワインカスク2023香りからです。めちゃめちゃいい香りですね。香りでまず感じるのは、もちろんワインダルなんで、ワインダル風な感じはあるんですけど、ちょっと、オレンジっぽい甘みと、香りからももうすでに、なんとなくスパイシー、これは樽のタンニンかな、っていう感じも感じて、赤ワイン樽なので、やっぱりワイン感っていうのはありますね。香りがいい香りですね。50度ですけど、香りはもうアルコールのこう刺激っていうのはもう全くと言っていいほどないですね。やっぱりうまく仕上げてますね。ノンエイジなんで年数表記はないですけど、さすがのイチローズって感じです。いただきます。うわ、美味しい。アタックはワインダルから来る、フルーティー感があった後に、後の下に残った感じが
ちょっとオレンジっぽい甘みが残って、余韻がね、スパイシーですね。これはいいですよ、やっぱり。やっぱりあの時試飲したのと感想は一緒です。イチローズのワインダルというか、まあ、リーフシリーズでもありますけどね。あちらはいわゆるワールドブレンディットの方になるんで、海外の原種も入ってますけどね。こちらもイチローズの、国内原種のみっていう。まあ、ここのラベルに書いてある公式なコメントでは、オランジェットのような少しビターでフルーティーな印象はシナモンやナツメグを思わせる心地よいスパイスの風味、程よいタルコは深く全体に響き渡りとかいうふうに書いてあります。まあまあまあ、公式コメントは公式コメントです。僕がね感じたままを喋ります、はい、スパイス感はそうですね、シナモン、ナツメグって書いてありますね。ああなるほど、シナモン感あります。あ、でもね、僕はね最初に言ったオレンジ感っていうのはやっぱりあるし、これはやっぱり味わいの一つとしてこれで捉えられてるんじゃないかなって気がしますけどね。とにかく、だんだんやっぱりこう注ぎたてよりも香りがね、ワインダル感がどんどん出てきますね。僕これ大好きなんですよ。どうなんだろう、表現が難しいな。シェリーダル感でいうとペドロヒメネスほどねっとりしてなくて、オロソほどこうドライな感じの甘さという、そういう感じでもなく、ちょうどね中庸っていうか、もう本当にブドウ感のある甘さの香りと味わい、ワインダルでこれだけしっかりその辺がやっぱり出せてるのはさすがのイチローズかなという気がものすごくしますね。めっちゃうまい。後味がですね、スパイス感もあるんですけど、ちょっと僕爽やかな柑橘を最後にふわっと感じますね。ストレートのアルコール分が50あるんで、その辺でこうアルコールがこう蒸発する、のに合わせてそういうのもふわっとくるっていう面もあるのかもしれないですけどね。ではちょっと加水しておいたものです。すごい、うわー、あざい、これはいい。いやー、やっぱりね、加水して蓋しとくと香りがたまりまくってますね。これグラスやっぱりちょっと、もうちょっとなんかテイスティングいいグラス買おうかな。この香りが違います。すごかったです。蓋開けて香った時の何がすごいって、もうフルーツ用満載で、そんな中にもこう、ピリッとするような、だからその、スパイシーな、香り出しからもそういうところをちょっと感じるようなスパイシーな甘さというか、うわー、もうなんかもうすごいいいです。もうワインダルの香りが大好きです。僕はこれやっぱり僕はシェリーダルよりワインダルのが好きかな。はい、シェリーダルも好きですけどね、というか何でも好きなんですけど。いただきます。僕は一番ね、この味わいで強烈に感じるのは、オレンジの、オレンジジャム、マーマレードになるのかな、
そういった感じですかね。甘いそういう感じを、捉えやすく思いますね。でもね、このスパイシーさもいいですね。終始一貫流れるスパイスが、これはワインダルっていう、フィニッシュって書いてないから多分ワインダルで、ずっと熟成してるんでしょうかね。でやっぱりノンエイジ、エイジ書いてないんですけど、その辺はやっぱりいろんな樽をね、さすが一郎厳選してやっぱりブレンドして、出してる。やっぱりこのね、アルコール感のなさというか、嫌な刺激は全くないんですよ。もちろんね、僕も今日1杯目なんで、舌に刺激はあるんですけど、もう香りからはまずアルコール感なかった。全くないですし。味わいもね、程よい、こう、うまさにマッチするような感じで。やっぱり、樽も厳選してるんだろうなという、味わいですね。とにかくですね、香りがいいです、これ。もうね。笑えるぐらい香りがいい。味もうまい。たまりません。ではね、ちょっとまあ、これをね、ずっと飲んでおくのもいいんですけど、一応ね、オンザロックしてみましょう。はい、秩父一郎酢のレッドワイン加速2023抽選であるんですね。オンザロックでいただきます。あー、やっぱりロックでもうまい。いいですよ、ロックもね。この甘みがね、こう余韻で後味でビターがふわっとくるところに、このビターさによって甘みが引き立つっていう面が、ありますね。そしてこれだけ冷やしても、香りが立ってます。すごいですね。うまいわ。やっぱりね、少し正直、まあ氷が入ることによって味は薄まります。ただしやっぱりね、ストレートとか常温の加水ではなかなかやっぱりウイスキーちょっときついよっていう方にとっては、このねロックっていう飲み方はすごくいいですよね。でこれはね、僕は冷えることによって割とね、そのビターさで甘さが引き立ったなと思ったんですよ。そういった意味でこれ本来の持つそのレッドワインカスからこの甘みっていうのも味わえますし、そして氷がね、最初はやっぱ氷の溶けも少ないんで割とストレートに近い感じの強さを味わえて、氷が溶けていくに従ってまたこう味わいが変わってくるという、そういう楽しみ方もできて、うわ、これだけ氷が溶けても最後までしっかりこう赤ワインになる感がある。いいですね、このね、冷えてビターになることによって上がってくる味っていうのも僕はあると思ってるので、これで言うと、そうですね、ウッディなタンニン感っていうのはちょっと感じますね。スパイス感がちょっと強くなったかなっていう感じで、美味しいロックです。はい、ということで最後はね、ハイボールまでしてみたいと思います。
はい、ではイチローズの秩父レッドワインカスク2023ハイボールにしてみました。いただきます。まあそうですね、ハイボールはさすがにね、あのやっぱりね、ワインダルもシェリーダル同様、若干ちょっと特徴的なネガティブ感が出るんですけどね。ロックではねそこまでなくて逆に美味しくなったと思ったんですけど、ハイボールはどうでしょうか。僕はいけるんですけど、ちょっと苦手な方はこの感じが嫌っていう方もいらっしゃるかなっていうぐらいの感じになりました。ちょっとね、炭酸でやっぱりその、なんていうんですかね、シェリーの50度感とは違うんですけど、似て非なるものっていうか、いずれにしてもですね、ちょっとハイボールまでなると、ちょっと味わいが薄まってしまいましたね。ハイボールは、このワインダルの美味しさを味わうには、濃いめに作らないと、ちょっとせっかくの味わいが崩れるかなって気がちょっとしました。でもね、ロックは美味しいですよ。同じ冷やして飲んでしても。だから水割りだといいかもしれない。炭酸でやっぱりちょっとこういうのが上がってくるのが嫌なのかな。なかなかちょっと判断が難しいですけど、まあ、水割りもハイボールも、濃いめがいいかな。まあ、ロックで美味しいで、ロックはね、氷が溶けてもね、ボディが残ってるんで、よかったですよ。はい。炭酸と相性が悪いのかもしれない。僕的には、悪いハイボールじゃないです。好きですけどね。だからちょっとその、初めてこう今日のミスに行って、まあ、嫌な人は嫌なのかなっていう感じの癖がちょっと出たかなって感じです。はい。ということで今日はですね、イチローズの、秩父レッドワインカスク2023を飲んでいました。いやー、やっぱりね、フェスで飲んだあの感動がもう一度味わえました。特にですね、加水をしてスワリングし、蓋しておいて、スワリングしてね、蓋しておいた分の香りがもうたまらなかったです。やっぱりですね、香り立ちは大事ですね。ということはやっぱグラスも大事ですね。僕もね、テイスティンググラスはまあこのグレンキャンと、まあ、山崎と白州のあのオンライン、蒸留所見学でもらった、あれなんていうんですか、チューリップグラスみたいなね、確か持ってないんですけどね。ちょっと本格的なテイスティンググラス1個買おうかなと思わせるぐらい美味しいこのレッドワインカスクでした。まあ11,800本日本中で出回ってますんで、バーに行けば置いてあるとこ多いと思います。今日ね、いろいろ見たんですけど、バーで飲むとね、やっぱワンショット3300円ぐらい取られますけど、そのぐらいの価値はあります。で、お店によってはハーフで飲めますから、ハーフでね、ぜひ、千何百円で飲めます。ハーフだと。だからもう、ぜひね、これを味わっていただきたい一本ですね。もう、今まで飲んだ、僕を飲んだイチローズの中でも、もう、ダントツと言ってもいいかな。めっちゃ美味しいですよ。はい。もうやっぱフェスで感動した味がもう一度味わえて今日は嬉しかったです。ということで、たくの今竹を毎日こんな感じでね、
いろんなウイスキーのお酒で遊んでおります。メインがウイスキーでいろんなことやりますんで、ウイスキー好き、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。